伊藤美和子は、テレビ埼玉の元レポーター。身長156センチメートル、血液型は A 型。埼玉県上尾市出身。青山学院女子短期大学を卒業後、2006年4月一般企業に入社。2012年3月会社を退職し、2012年4月、インテリアコーディネーターの専門学校に入学した。高校在籍時の2002年、 2003年、速報、甲子園への道、高校野球ダイジェスト、埼玉県大会の高校生レポートを担当する。夏の甲子園では、2002年の埼玉県代表浦和学院、2003年の埼玉県代表、聖望学園のアルプスリポートをした。また、2012年11月10日放送の、出没、アドマチック天国でゲスト出演した。 高校生の時に出場した埼玉県陸上競技選手権大会100メートル走で3位に入賞した経験がある。短大卒業時に在京テレビ局や芸能プロダクションから数多くのオファーがあるものの、それらをすべて断り一般企業に入社した。幼少期の両親のしつけで女の子は常に笑っていなさいと言われて過ごしてきたため。 道ですれ違う清掃作業員にも微笑みかけることがある。テレビ埼玉、夏の高校野球高校生レポーターは、昨年に続き伊藤美和子さん、出演者別、伊藤美和子、グッテブトピック検索、出没、アドマチック天国恵比寿南2012年11月10日、放送内容エピソードは、本人プロフィールページより、ありがとうございます。